まずは自己紹介からお願いします。はい、春に FM 愛媛に入社しました広実桃香と申します。よろしくお願いします。じゃあもう入社したてということで、まあ、これから番組なんかも担当していくと思うんですけども、どういった番組をしたいなとかありますか？そうですね、本を読んだりするのが好きなので、本とか漫画が好きなので、そういうことに絡めたような番組ができるといいかなと思っています。あ、もう声がもうアナウンサー声といいますか、はっきり しておりますね。で、噂によると語学に関しては英語とフランス語がもうたしなまれてると聞いたんですけれども、今からゴリルのアプリを体験してレッスンをしていただきますが、意気込みなど。はい、もう完全に発音に関してはこう自己流というか、聞いて自分でなんとか研究をしてきたような感じなので、こうやってアプリを通じてこう正しい発音を学べるっていうことで、とっても楽しみです。はい、頑張ってみてください。はい、頑張ります。現場からは以上です。ちょっと先ほどもお話少しいただいたと思うんですけど、英語と私っていうことで、2、3ことでどんな関わり方を英語としてらしたかっていうのを、ちょっと例えば小さい時から好きで、塾に行ってましたとか、はい、ちょっと留学してましたとか、何でもいいんですけど、はい、ちょっとバックグラウンドを教えていただいてもいいですか？そうですね、私の言語の取っかかりが英語だったので、学校で初めて学んだんですけれど、はい、日本語以外の言語っていうことで面白いなって思うきっかけになったっていうのと、うん、あとは中学生の頃に洋楽を聞くのが好きだったので、うん、それも英語のつながりなのかなというふうに思います。で、その中で音、はい、発音だけではなくて聞く音もそうなんですけど、音っていうのはご自身にとってはどういう、ものですか？好きでなんか真似、はい、結構ちっちゃいとかしてましたということか、はい、若干ちょっと敬遠してたかということでいくと、どんな付き合い方してきてますか？それでいくとすごく真似をするのが好きなので。あ、いいですね。小学校の英語の授業で、あ、急に立ってじゃあ発音やってみなみたいに言われたりしてました手を挙げて発音しますみたいな。そういうのは好きなんですね。好きです。はい、すごくそういう意味でいくと、今日 のやっていただくことに向いていらっしゃるような気がします。で、プロ の方だと思うんですけど、母音って、はい、日本語だとあいうえおってあると思うんですけど、ご自身にとって母音ってなんか特別なものですか？それとも別にそれは喋ってらっしゃる言葉の一部でしかないですか？あんまり意識はしたことはないですね。なるほど、はい、これ WBC でヒットを打たれた選手なんですけど、はい、ずっと見ててほとんど興奮をして何か表現してる時って母音でうおーとかあーっておっしゃってるケースが多くて、はい、その時に子音を使ってらっしゃる方ってほぼいないんですよね。はあ、言われてみれば TH の音ですとかいうことってほぼなくて、はい、で、ここに書いてある奈良橋陽子さんという演技の、プロフェッショナルの方からも、母音っていうのは人の、エモーションだから感情を表現するのにすごく重要で、はい、だからその演劇でも初めにきちっと教えるんだよっておっしゃっておられて、で今日はゴリルでもですね、母音を中心に触れていきたいなと思ってます。はい、でここからはもうファンパートで、我々のゴリルのキャラクター、メインのキャラクターでリンゴっていうこの、キャラがいるんですけど、このキャラが、今日のレッスンの相棒になります。はい、で出していただく音が赤丸になります。はい、このちょっと赤線棒のところにちょっとあるんですけど、うん、赤丸になって動き回ります。はい、例えば日本語のあって出すと日本語のあのところに行きます。はい、でもう一つ違う音を出していった時はそこにこう向かっていって、もしそこをヒットしたらグリーンに色が変わるようになってます。はい、はい、ということで、まあ、声で操っていただくアプリということになります。ということで、これがリンゴ、実際のリンゴなんですけど、私ちょっとやってますね。あいうえおってちょっと、まあいろんな音拾ってますけど大体いくんですが、はい、ちょっと試していただいてもいいですか？あいうえお、ちょっと意と絵がですね、うん、調子悪い、はい、特に女性 の声これ周波数を
取りに行ってるので、ちょっとここ我々の改善の余地があるんですけど、はい、今日はあの周りをやろうとしてますので、はい、まあ、ほぼもう一回あーって出して、あー、はい、これ全く問題ないんであーっていきたいと思います。で、はい、これが日本語の母音です。でこれが英語の母音なんですけど、はい、結構、あーはーあれねみたいな感じでしょうか。どんなあのこれってパッとこの日本語と比べて、はい、どうですか。なんかパッと弾いた時のこの印象としては多いです。母音の数が全然多い、いろんな種類があるなと思います。でどこかなんか足りてないところとか感じます？真ん中あたりがないですか？ごちゃごちゃこっちはしてて足りてない、はい、あるいはこの先っぽの方ですね、はい、で例えばアメリカ英語の母語話者が私はジョンですっていうのと、うん、日本人が私は太郎ですっていうののこの母音の違いがあったり、はい、あるいは I have a pen って我々が言ってしまうカタカナのいわゆるナチュラルなものが、はい、こっちとこう I 入れていなくて、うん、クリックしない先方にこう伝わりづらいみたいなところが、はい、生じてるんであろうというふうに我々は見ていて、で、この O からこっちの音に連れてってくださいみたいなことを練習するっていうアプリになっています。はい、はい、じゃあ早速音をちょっとやってみましょう。じゃあこれ気軽に一回ちょっと言っていただいて、はい、どんな音だったかなっていうのをちょっと見ていきたいと思うので、はい、ここを押すので、そしたらこの HOT の発音を言っていただいてもいいですか？はい、いきます。 HOTちょっと聞いてみてください。 Hot Hot はい Hot Hot と Hot もっと A っぽいですね。 A っていうのは、Hot、 A の文字の音、はい、はい、鋭いですね。でこれでちょっと見ていくと、まず O っていうのを出していただいて、うん、そこからこう探していく感じでちょっと探していただいてもいいですか？おえあ、見つかっちゃった。いいですね。ハートってことですか？はい。はい、あーぐらいこう開くと舌もついベロも舌についていくじゃないですか。はい。はーって、うん、ちょっとそれでやってもらって。はあ。いいですね。これちょっと聞いてみましょう。ハート。ハート。ハート。完璧。じゃあちょっと言ってみましょう。はい。ちょっと聞いてみてください。Hot. Hot. いいですかね。いきます。 Hot. ¡100点! やったありがとうございます。さすが。ちょっと聞いてみましょう。はい。 Hot. 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 うり二つそうですか。どう思います？ちょっと私のあの方がなんか明るい感じがします。あの声のトーンも人によって違うかもしれませんけど、まあ、はい、あーっていう音はもう完全に出てるかなと、はい、これ例えばパーキングのラットとか、うん、パーツとか、はい、そういう音に入ってます。なんで、はい、あーって比較的ちょっとあに近い音かなと思います、はい、じゃあ次こっち行ってみましょう。これもちょっと思いの音を出し、はい、いきます。はい、hat. Very good. Hat. Hat. はい。Hat. どうでしょう。Hat. Hat. 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 うん。どうでしょうか。まあほぼうり二つって感じですけど、はい、ちょっと練習してみましょうか。はい、試しにですね。あーって音出して。あはい、いいですね。もう行きましたね。はい、行きましたね。ちょっとそこからじゃあ探してください。あーヘッド、ヘッド。完璧。はい、素晴らしい。いやいや、こんなにすぐ出る人ってやっぱりもう元々できてらっしゃるからあれなんですけど、もう一回ちょっと聞いてみてください。はい、ヘッド、ヘッド。いいですか？はい。ヘッド。100 やった。100点女子ってことですね。素晴らしいですね。連続100点。はい、でこれは、cat とか sad とか入ってるような音ですね。はい、はい、次、これはどうでしょう。ちょっとこれ小屋って単語ですけど、ちょっとこれも
ってみてください。はい、 hot。 ちょっと聞いて、 hot。 あー、ちょっと暗いか、 hot。 暗い音、ちょっと聞いて、 hot 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 hot。 どんな違いというか、どういう感じに感じます？うーん、私のはすごいおで言っちゃってるような感じがして、うんうん、もうちょっとあに近いかなと思いました。うんうん、鋭い。じゃあちょっと、これが日本語のあで、はい、それちょっと上ぐらいなんで、ハッ、はい、ほとんど腹話術みたいな状態になってるんですけど、これ、はい、あの切るっていうカットってあるじゃないですか、はいはい、あれとの組み合わせでカット、ハッ、カット、ハッ、カット、ハッぐらいで、カット、ハッ、カット、カット、ハッ、カット、ハッ、カット、ハッ、早く言ったらどうなります？カット、ハッ、カット、カット、カット、ハッ、カット、ハッ、カット、カット、ハッ、カット、ハッ、カット、カット、で、ほとんどこう動かさない感じでいいと思って、カット、ハッ、カット、ハッ、カット、ハッぐらいで、カット、ハッ、カット、ハッ、カット、ハッ、カット、ちょっと低いんですかね。さっきの熱いって、はい、ハートってこうビューンって下に落ちるじゃないですか、はい、でこれはカットカットカットぐらいなんで、この開く幅がそもそも小さいんですね、はい、結果ハートっていうのとハートっていうのっていくと、こう長さが変わるんですよね、はいはい、なぜかと短いすぐ閉じるから、はい、ハートカットハートカットとハートって当然変わるじゃないですか、はい、だから母音の長さは微妙にこう違ってる、短めのあ、ちょっと聞いていただいていいですか。ハッ、ハッ、ハッ、うん、はい、いきます。ハッ、あ、できた。またもや100点女子っていう素晴らしい、あのもうちょっと何とも言いようがない、素晴らしい、あのもともと持ってらっしゃるものが素晴らしい。で最後ですね、これがまた若干ややこしいと思うんですけど、傷つけるって音ですね、はい、これもちょっとノーヒントで一回トライしてください。いきます。 heart、 ちょっと聞いてみてください。 hurt、 あ、もっと暗い。 hurt 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 heart、 うん、はい、もうなんか今できちゃってますね。これはどういう感覚なんですか？耳から入れてすぐ再現できるっていうのって、はい、これはある意味あのセンス で小さい時は皆さん持ってる、はい、まあ、ギフトっていうかそういうものなんですよ。耳がこう、はい、入れて口に出すって、それって今までも指摘されたことってありますか？聞いた音をすぐ再現できる。ものまねとかは全然できないんですけど、発音はなんか英語は特にやりやすい。自然に出、はい、出る、はい、とりあえず真似してみようみたいな、あのそれはすごくなんですか、稀なあの才能だと思います。ありがとうございます。でここからあーからこの音をちょっと探していただいていいですか。あーえーあー、もっと閉じる、いや、いい感じだと思います。う、一回嘘だろうってぐらい閉じて、いいですよ。で、ちょっとアメリカ英語なんで奥に入れていただいていいですか。はい、はい、完全閉じたらどうなります？はい、That's it。 Hurt、 Hurt、 はい、 Hurt、 はい、はい、じゃあちょっとそれでやってみましょう。早いですね。ちょっと聞いてみてください。Hurt, hurt, hurt。素晴らしい。嬉しい。ありがとうございます。まあ100点、今度はこう全体で100点になりましたね。ありがとうございます。はい、聞いてください。Hurt, hurt, hurt, hurt。はい。で、この音が入ってる単語ってなんか、はい、こう。印象というか、この音じゃない、単語じゃないのとかっていうのありますか？ hurt、 hurt、 あ、ur って音ですね。ur、 word、 word とか、word、 いいですね、いいですね、はい、あ、それ毛虫のやつですよね、はい、はい、いいと思います。
じゃあちょっとあのアドバンスレベル、アドバンスレベルの方なんで、はい、このそこ完璧ですね。で、ここに実は24個の子音があります、はい、でこれ多分ダーッと言っていったらできるんじゃないかと思うんで、うん、上からできる限りやっていきたいんですけど、はい、ちょっとちっちゃいかな。これ母音はだから変わらないってことですね。母音は全く一緒です。そうなんだ。あ、そうか、バードとかもですね、はい、バードって言いますね、はい、じゃあちょっとやってみましょう、はい、一番上をこのもう一回確認、はい、それはもう全部一緒なんで、この音どうやって出しますかをちょっとやってみてください、はい、perk, bird, tur. あ、一個ずつでいいです。あ、はい、まず一番上いいですか。 perk、 はい、完璧です。 perk ですね、はい、perk、 次 bird、 はい、いいです。次 turf、 あ、そうですね、 turf、 はい、turf、 芝生ですね、はい、次 dirt、 完璧。 curt、 いいですよ。 girl、 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 はい、girl ですね、 girl、 はい、で fur、 fur、 いいですね。でこれはまず urchal を出してください。 urchal、 urchal、 はい、urchal、 で v だけなんで virtual、 virtual、 完璧です。はい、で thirsty、 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 で th で thirsty、 thirsty、 はい、thirsty、 thirsty、 完璧ですね。でここはちょっとあの後半どこなんですけど、お父さんでちょっと後半だけ練習しますね。 there、 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 はい、father、 father、いいです。ファーで落ちるのは構わないね。ファーダー、ファーダー、はい、完璧。スー、スーですね。スー、でこれは、はい、ジャージーですね。ジャージー、はい、ジャージー、ジャージー、はい、でこれシューッ、はい、シューッです。シューッ、はあ、次行きましょう。同じ音ないんだ。プレジャー、はい、プレジャー、ジャーはどこにもつけないでプレジャーですね。プレジャー、はい、はい、次 church、 はい、church、 もう一回お願いします。 church、 はい、いいです。jersey ですか。あ、これはさっきのと一緒で jersey ですね。 jersey、 はい、ジャージー、ジャージー、まあそうです。あとジャージー、あのジャ着てるジャージーと、はい、はい、そうですね。 merge、 もう一回お願いします。 merge、 はい、 merge、 merge、 nurse、 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 はい、いいですね。earning ですか。 earning、 earning、 でこれはんーっていうのをちょっとやっていただき、 earning、 earning、 はい、で learn、 learn、 今すごく良かったです。 learn、 あそこにこう固定したいんですね。 learn、 learn、 下に落ちないように learn、 learn、 はい、 learn、 はー、 learn、 はい、 very good、 はい、はい、であと3つだけ、はい、でさっき heard はやったんでこれはいけますよね。はい、はい、じゃあ次であの yes っていう時、 yes っていうと、あの自分の舌が上、はい、この歯のこうところのこう何ですかね、こう腕になってるところに、はい、yes って当たって、yes、当たってます、はい、そこからじゃあさっきの earn、 earn、 earn ができます。 yearn、 そう、 yearn、 yearn、Very good. はい、yearn、 yearn、 はい、これ憧れるって言って最後、work、 そうですね、そのまま言って work、 はい、work、 work、 はい、work、 work、 でもう一個せっかくなんで、はい、world も言っちゃいます。 world、 はい、world、 world、 はい、うん、勉強になります。これで全24なんで、はい、母音は今日4つやられて、はい、母音って10個しかないので、はい、で一番難しい母音を全てもうやられて、で子音はもう全部今やられましたんで、はい、やる音なしってことになるんですけど、はい、ここからもしご興味があるならば、うんうん、センテンスリーディングスとかに入っていって、はい、これをどうカラオケで見せていくかとかですね、そういうことを今からやっていこうと思ってます、はい、ちょっと長丁場になっちゃいましたけど、あの、はい、相当あの、ピックアップされるのが早いので、あっという間に終わってしまいました。あのそうです、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ものすごく優秀な感じでしたが率直な感想を、すごく楽しんで発音を学べたので、また機会があればぜひやりたいと思いました。楽しかったです。あのゴリル
あの小学生の時にもしあったらよかったという声なんかも聞こえてきましたが、あのこのアプリについて具体的にどんなところが一番印象に残りましたか？はい、舌の位置とか口の開け方っていうのをこう視覚的に自分の目で見て、あもうちょっと閉じたらいいんだなとか、もうちょっと下は ここだなっていうのが分かったので、すごくつかみやすい印象を持ちました。このゴリル、あの周りにも進めたいですか？はい、ぜひ進めたいと思いました。今後またあの番組なんかも担当していくと思うんですけども、このゴリルを生かして、はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。まずは自己紹介からお願いします。増原明子と申します。担当している番組は毎週火曜日11時40分から、瞬間愛媛ジュレという農業の番組なんですけれども、農家さんのところに行って、旬な食材の情報をお届けするという番組を担当しております。それも現場現場に行ってってことですか？そうです。もうだから長靴を履いて、相方ジャパハリネットの中岡良一さんいらっしゃるんですけれど もうそちらのアシスタントという形で私は同行させていただいております。今から謎、まだ謎だと思うんですけども、ゴリルという英語発音をサポートするアプリ、今からレッスン始めますが、意気込みはどうでしょうか？昔学生の頃はすごく英語が好きで、得意教科は英語だって自分で認識してたんですけど、大人になってその生活から離れて、もう全て学んだことを忘れている無垢な今状態に戻っていますので、そんな私でも、どれぐらいその楽しんでもう一度英語に向き合えるかなという気持ちでやってまいりました。ぜひ頑張ってみてください。はい、また終わった後感想をいただきますのでよろしくお願いします。お願いします。でちょっと先ほどインタビューのところでも若干触れていただいたと思うんですけど、英語と私っていうのを、一言二言でどんな関わり方をこれまでされてきたかっていうのをちょっと教えていただいてもいいですか？はい。中学校の頃から英語塾に通っていて、はい、でそこでは個人個人に英語のニックネームをつけて、フレンドリーな感じでレッスンをしてくれるという、授業をしてくれるような英語塾だったんですね。はい、なので私は自分のことをホープという名前をつけてもらい、ホープとして英語に向き合ってた学生時代があるんですけど、今はそのホープを卒業してもうかなり運十年経ってるので、はい、その英語で培ったコミュニケーション能力というか、そういうものは今なくしてしまっているんじゃないのかなというふうに感じています。はい、今日はもうホープに戻っていただいてホープって希望のホープってことですね。そうです。はい、でもう一個だけ、母音って、プロのこういうお仕事なさってるから言葉にすごい大事になさってるんじゃないかと思うんですけど、日本語で言うとあいうえおじゃないですか。母音の意味合いって何か特別なものってお持ちだったりします？意味合い、母音って何ですか？いや、そこまで深く考えたことがないですね。で演技のご指導されてる奈良橋陽子さんという方から、母音っていうのは人の感情を乗せるすごく重要な音以上のものであるっていうことを我々習ってて、で確かにキャーとか、例えばこの WBC で活躍された方はウォーとかウワーとか言うけど、その時にシーン出してる人ってほぼいないんですよね。シーンって英語で言うと TH のって音とかって音とか、そういう音じゃないですか。はい、そういう音を、出してる方ってほぼいなくて、やっぱり感情を伴う音で重要な音で、逆に言うとそれで誤解も招く可能性があると。で今日は母音を中心に、その重要な母音と言われている母音を中心にやっていきたいと思います。はい、で、ここからもうファンパートというか楽しいパートなんですけど、はい、今日の相棒はですね、リンゴっていうこのキャラクターです。で出していただいた音が赤丸になります。なのであそこの右のところにあっている日本語の「あ」がありますけど、あ出していただくととこに行きますし、で的のところに行くときは行ったら緑になるようになってます。なので「あ」から探していただくような
あの感じ、自分のあこのあがあーっていうこの音でこっちだなみたいなのを探っていく、口の中で探っていく。で若干ちょっと開発途上なもんで、動きが悪い部分もあるんですけれども、そこはちょっとご容赦いただければと思います。はい、じゃあちょっとあの画面を切り替えます、すいません。はい、まずですね、私が、あいうえおちょっとやってみたんですけど、それぐらいの尺でちょっとやっていただいてもいいですか。はい、わかりました。あいうえお、はい、ちょっと今日はあの他の音がちょっと若干乱れてるのは無視してから、ああでいきますので、はい、ああを使っていきますので、はい、で、これが英語のいわゆる母音、うん、どんな印象ですかね、これに関していくと。なんかその日本語と比較して、あの下の位置があっちこっち、はい、あと数が多いですね。うん、ですね、あのこれが、まあ例えば英語ネイティブが操っている母音の数で、うん、私はジョンですって言った時は、うん、これをこううまく活用して日本語の音に近い音を出されていて、うん、で我々がI have a pen って言った時ってこちらを使ってる可能性があって、このあの音を一つ見てもこのあの音とこのああとかあーって音とかえーって音とかっていうのはこう異なる音なんだけれども、日本人にとってはこの周辺の音って聞こえてる可能性が例えばあるということだというふうに考えています。で今日はちょっとまずあのこの HOT の音をあの一回言っていただいてもいいですか。はい、ここがマイクになります。いきます。あ、ここ押すと言っていただければと思います。はい、いきます。ハート、素晴らしいですね。ちょっとまずこう聞いて、ハート、ハート、点数素晴らしいんで何も言うことないんですけど。あ、本当ですか。今98点って出て、やったあのおっしゃった通り、あのセンスバリバリの。いい、全然で、ちょっと聞いていただいてもいいですか。ハート、ハート、ハート、どうでしょうか、音としてどういう感じにあのご自身の耳には聞こえてますか。あ、ホット、日本語ではホットって言いますけど、まあ、はい、A の発音、 あに近い言葉に音としては聞こえます。かなり近いという感じですよね。うん、そうですね。はい、で、ここで、まず「お」もう出てらっしゃるんですけど「うん、お」からこのこっち側の音をちょっと探していただくことを一回ちょっとトライしていただいてますか。おあのもう完全に出てますけど、口を開くと舌ってベロってついていくじゃないですか、下顎に、あーあーあーぐらいちょっと落としていただいてますか。あーあー、はい、あー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 、舌連れてっていただいていいですか。あああ、はい、完璧です。はい、で、これ聞いていただくと、ハート、ハート、Hot, hot ぐらいですね。Hot, hot。はい、完璧です。というあのまあ要これを O から A を探さなきゃいけない人にとっては、うん、ご自身のようにもうすぐできてしまう方もおられるんですけど、うん、そうじゃない場合は、そういうあのやり方もありますと。で次にじゃあこっちに行ってみましょう。これもちょっとトライして。ちょっとこれも一回まず言っていただいていいですか。行きます。Hot。と聞いてみてください。はい、ハート、ハート、お、これもなんか100点って出てるでしょ。ちょっと音でも聞いてもらっていいですか。ハート、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 どうでしょうか。なんかでもちょっと先生の声とはなんか違うような気がしますね。ちょっとこれアメリカン、あのちなみにその先生習っておられた時って、はい、ネイティブの先生ですか。いや、日本人の先生。日本人の先生、はい、なんかブリティッシュイングリッシュか、アメリカンイングリッシュかでいくとなんかどっちかありましたか、ね。どっちだったかな。いや、ちょっとそこは覚えてないですね。はい、
これ今日のこのサンプルはもうアメリカよりあのバリバリアメリカ寄りの音なんで、ちょっとそこはご容赦いただければと思うんですけど、はい、まずあーっていう音からこの後への間と言われる音をちょっと探してみてください。一応ここにヒントは出るようになってるんで、はい、ちょっとこう開いこう手でやっていただけるようになって「イヤー」イヤー、はい、で例えば「キャッチ」っていう「キャッチ」「キャッチ」「キャッチ」ちょっと恥ずかしいかもしれないけど「エビフリア」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 「イヤー」ってこの、はい、それが「ヘッド」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 っていう。付き合っていただいてもいいですか。そういうあのエビフリアーのリアーって音に近いと言われてて、それで合成して、うん、hat hat っていう hat hat いいですね。バチンと当たってますね。恥ずかしい。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。この音あの結構恥ずかしいっておっしゃる方が多くて、あの中にはちょっとストップっつって恥ずかしいっていう方もおられるんですけど、さすがのプロの方なんで、うん、でじゃあちょっと一回聞いてください。もう一回、はい、ちょっと hat hat 横に開く、縦だけじゃなくて横っていうのがポイントですね。 hat、はい、いきます。 hat hat 最高ですね。はい、100。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。真ん中100になってますね。ちょっと聞いてください。はい、どうでしたろう、はい、ちょっと先生に近づけたのかなと思います。かなり近づいてますね、はい、で、次のあと2つですね、これはこれもちょっとあのこれも同じようないきます。ハッちゃうな、ちゃう、うん、ちゃうな。ハッこれも100で出ちゃってますよね。ちょっと聞いてください、はい、どうでしょう。ハッハッどうなんでしょう。ちょっと自分では違いがわからないです。かなり近い多分音に聞こえてますので、これちょっと見ていただくと、はい、もうこれあーあの日本語の後、うん、ほぼかぶっててもう出てらっしゃるんですけど、切るってカットっていうあの発音と一緒で、はい、カットハッカットハッぐらいで、ちょっとあのあたりにちょっとやっていただいてもいいですか。両方カットハットカットハットぐらい。カットハットカットハット。はい、ほとんど口開けなくていい感じで、カットハットカットハットカットハットぐらいです。カットハット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 。で、ハットっていうさっきの熱いってやつと、ハットっていう音と、ハットっていう音なんですね。この3つの音ってすごくこう混同しやすい音なんですけど、今やってみてご自身にとっては似た音ですか、それとも全然違う音ですか。音としては似てないですね。似てないけど発音するのは難しい、うん、違いをあの明確にして発音するのは難しいなって感じます。なるほど。じゃあ音の認識は結構クリアだけど、じゃあそれどうやって出すのっていうところは別工程だなっていうふうに頭の中では考えてらっしゃるってことですね。ちょっと今僕3つやってみるんで、目つぶってどの音か当てていただいていいですか、はい、順番にいきます。ハッハッハッ、もう一回いきます。ハッハッハッ、あのどういう順番ですかね、スペルで言うと。最初が HOT、 次がHUT、 最後が HAT。 HAT はいいですね、もう完全に分かってました、ね、うん、じゃあちょっとあのその2つ、その2ついってみますね、はい、まずこの音はハッハッハッですよね、ハッハッっていうのはこう下に落ちる感じ。じゃあどっちかだけいきますね、ハッハッかハッハッ、
あ、これ見ちゃってました、ね。HUT が先ん？あれ、ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあ 目閉じてもらっていいですか。はい、じゃあまずちょっと先に正解のやつを言っておきます。はい、あ、じゃあこっちを見ながらやったらいいのかな。ちょっと待ってくださいね。これで例えば見てたら Hot Hot っていうのは暑いですよね。はい、Hot Hot っていうのはあそこの音、うん、要は、小屋っていう音ですね。はい、でちょっと目をつぶっていただいて Hot 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 どうでしょう。HOT と HUT 先がH… ちょっと待ってください。混同しちゃった。じゃあこの一つだけいきますね。はい、どの音かだけ。Hot, hot, hot。こっちが H U T。そうですね。Hot, hot っていうのが H O T。まあ大げさにやるとそういうことですね。はい、でこの3つの音をやっぱ聞き分けるって多分聞き分けることと言い分けるもまた違うし、うん、聞き分けるっていうことも、まあ、課題であるということは今見えてきたので、うん、最後の音なんですけど、はい、この音ですね。これちょっと出していただいてもいいですか。うん、いきます。Heart。 あ、もう一回いきますね。はい、いきます。 Heart。 Heartはい、ちょっと聞いてみてください。はい、hurt, hurt. か、heart, heart. どうですか？何、どう違うか。なんかちょっと違いますね。なんか違う。うん、ちょっとこっち行ってみましょう。で、これもあからこの音を探してほしいんですけど、ちょっとトライしてみます。あ、う、あ、ん、例えばもう完全閉じちゃって口、はい、一回ちょっと閉じちゃって、うん、うーって出す、うん、はい、長めで出せます。うー、ちょっと下上げ、もうちょい上げ、はい、はい、はい、その音で、うーうーうーってちょっと出して、はい、うーうーうー、はい、ちょっとしんどいですか。うー、はい、でそれを下げるとあーっていう音が入っちゃうんで、あー、うーですね。でこれは hurt, hurt. あそこに行くじゃないですか。はい、hurt, hurt, hurt. ちょっとやってみてください。 hurt, hurt, はい、hurt. はい、で一番初めに出された音は下から上に上がる heartheart って心臓に近い方の音なんで、それはもうそのまま生かして、うん、heart と hurt、 heart と hurt で、はって言った時のあはさっきの heart の一番深いとこから上に上がってくるんですね。なんでちょっとやってみましょうか。はい、heart って下から行くやつ、heart、 はい、heart、 heart、 はい、それは心臓、はい、でこっちは hurt、 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 はい、完璧。大丈夫ですか？完璧です。じゃあちょっとそれをここで、もう一回聞いてください。hurt, hurt, hurt。いきます。hurt。聞いてみましょう。たらー。100点。なんか効果が目に見える。すごい。ちょっと見て、聞いてください。hurt, hurt, hurt, hurt。どうですか？寄せれたと思います。いい感じだと思います。はい、はい、でちょっとまだ時間がもしあればですね、はい、ちょっとだけ今せっかくこれをこうしてですね、この「って音はもう収められてますよね。ちょっと口閉じたんですよ。はい、はい、
それでこの一番上、はい、これどういう音になるかちょっとトライしてもらってもいいですか。あそこに P が始まってるやつ、これは同じ音なんですよ。って音が入ってるんですけど、どう読むか。今いいと思います。はい、perk、はい、で park っていうと公園になって、さっきの heart と一緒になっちゃうんで、ほとんどまずは一回閉じて、現時点では perk 完璧。はい、次、これは鳥ですね、はい、これは何て言うの。 bird はい、 bird はい、いいです、完璧です、はい、次、あの芝生っていうんですけど、 T から始まらせるの、はい、turf、 いいですよ、 turf、 はい、 turf、はい、でその下が土ですね、 D から始まるやつ、 deed、 dirt、 はい、dirt、 完璧で、そのあと2つだけやりましょう、はい、K から始まる、これは何ていう音でしょう、どういう音でしょう、 curt、 いいです、 curt、はい、でこれをカートって下から上げると、ゴーカートとかゴルフのカートとかになるんですね。両方やってみましょうか。カート、カート、はい、カート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 、はい、完璧。あのアから入るやつはもう本当にリラックスしてできてる。最後、まずいってみましょう。はい。でそこからルを入れるんで、はい、完璧で、じゃあ行きます。 girl 下ちょっと下がっちゃうんで、はい、ガって言わないで G 言ったらすぐ earl に行くんですね。 girl いいですよ。 girl 長めでできます。 girl 完璧。本当ですか。でちょっと あれに行っちゃいましょう。あのテストのところちょっと待ってくださいね。まあ、ジミーに聞いてもいいんですけど。How's she doing? ちょっと待ってね。これでちょっともう一回聞いてくださいね。Girl です。ちょっとやってみます。Girl。あ、完璧。いきます。Girl。Look at what you did. 見てください。これ、90点なんですか、総合点を。って音は100点。ありがとうございます。ちょっと聞いてみましょう。はい。Girl. どうでしょう、はい、ちょっとは近づけたと思います。いや、相当近づいてる。どう思う？ありがとうございます。てか全部センスあるんだけど、まあ以上が、はい、あの girl でした。ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。あの率直な感想はいかがでしょうか。とっても楽しかったです。懐かしい気持ちにそしてなりました。うん、あのゴリル始める前はあの謎といいますか、あの分からなかったと思うんですけども、具体的にどういったところをこの英語の発音をサポートするアプリどう思いましたか。あの言葉を習得するこう身につけていく過程の楽しさっていうものを改めて感じさせてもらえるアプリだなというふうに感じました。今後活かしていけそうです、このアプリは。そうですね、あの仕事上、私はあのその番組の性質上はあまり英語を使う機会はないんですけれども、もしかしたら今後あの海外のねリスナーさんとかいらっしゃるかもしれないので、そういう方たちとコミュニケーションを取るためにはやっぱり発音、正しい発音でコミュニケーションを取れる方がいいと思うので、そういう部分でも活用できたらいいなというふうに感じています。あの番組でいろんな農家さんとか行かれ現場に行かれてると思うんですけども、あのそういったところでも活かして今後ね、あの海外のもしかしたら収納の方もいらっしゃるかもしれないので、そういう方ともコミュニケーションが取れていけるのかなというふうに感じました。そうですよね、あの結構あのそういった方多いですよね、最近増えてきてますよね、はい、あの海外からのなんかそういったところで幅広くあの番組をさらになんか深みが増していきますといいますか、あの広げていけそうですね。そうですね、あのぜひ活用させていただきたいと思います。このゴリル、あの周りにもおすすめしますか。はい、させていただきます。はい、ありがとうございました。